ウルグアイ人とは、ウルグアイの国民のことである。ウルグアイという国は、異なる、様々な民族の故郷となっている。その結果、ウルグアイ人は、国民性というものを、民族性とではなく、市民性と同一視している。アメリカ大陸の他の多くの国と並んで、ウルグアイは異なる人々が集まる人種のルツボである。ウルグアイは、伝統的に、 異なる文化が主流な文化に吸収される異文化同化を促進するための良いモデルであった。ウルグアイは南アメリカの中でも非常に人種の多様な国である。中でもカスティーリア、カタルーニャ、ガリシア、カナリアのスペイン系の民族的バックグラウンドを持つ人が多く、そしてイタリア、ポルトガル、フランスと続く。ウルグアイはその隣国であるアルゼンチンと同様に スペイン系の言語的、文化的な背景を持つ。さらに、アルゼンチン人と同様に、ほとんどのウルグアイ人は、植民地時代のヨーロッパからの入植者や移民の子孫であり、およそ90%がヨーロッパ系の子孫である。その大半は、スペイン人とイタリア人であり、フランス人、ポルトガル人、ルーマニア人、ギリシャ人、ドイツ人、イギリス人、アイルランド人、ポーランド人、 スイス人、ロシア人、ブルガリア人、アラブ人、セファルディア・シュケナジーのユダヤ人、そしてアルメニア人などが続く。数は少ないが、日系人、そしてチャルーア族、ミヌアノ族、チャナ族、クエノア族、グアラニー族などのアメリカインディアンも存在する。モンテビデオはアルゼンチンのブエノスアイレスやブラジルのリオデジャネイロのように、 ヨーロッパからやってくる船を迎える主要な港であり、ヨーロッパからの入植者はウルグアイがより西洋的文化を受け入れていくよう影響を与えた。ヌエバ・エルベシアというスイスの植民地やコロニア・バルデンスというピエモンテ州のワルド派の植民地のような多くの植民地はコロニア県に位置する。そしてコンチラスやバーカーのようなイギリス人入植者によって作られた都市もある。リオネグロ県には サンハビエルと呼ばれるロシアによる植民地がある。その上、リオネグロ県にはガーテンタルやエルオンブのような目のないと植民地もある。エルオンブはよく知られたドゥルセデルチェの会社クラールディで有名でヤング市の近くに位置する。ヨーロッパ系の多くの移民が19世紀後半にウルグアイに到着し、モンテビデオやその他主要な都市の建築や文化に大きな影響を及ぼした。 したがって、モンテビデオやモンテビデオでの生活は、ヨーロッパを深く忍ばせるものがある。近年は、シリア内戦に伴うシリアからの難民を受け入れている。大多数のウルグアイ人とその先祖は、アメリカ・インディアンを除けば、この500年ほどの間に移住してきた人々ばかりで、ある。2011年の公式の国勢調査によると、ヨーロッパ系の地を引き継ぐ人々は、 ウルグアイの人口の87.7%に上る。初期のウルグアイ人は1810年以前の植民地時代のスペインとポルトガルからの入植者の子孫であった。アルゼンチンの人口統計と同様に、それ以降のヨーロッパからの移民は、ほとんどがイタリアやフランスからやってきており、19世紀後半から20世紀前半にかけての大民時代に流れ着いた。今日では、 ウルグアイの文化はヨーロッパの文化から相当な影響を受け、それは言語や食事、その他の日常の側面によく現れている。同調査によると人口の2.4%はメスティーソー祖先に持つ。このような人々はウルグアイ北部、主にタクアレンボー県に見られ、アメリカインディアン系の人がその人口の20%を占める。 1996年の調査では、ウルグアイ人のうち12,600人がアメリカインディアンの子孫であることが明らかにされた。2006年には11,5118人のウルグアイ人がチャルーア族というアメリカインディアンの集団の一つの血を持つことが確認され、それはウルグアイの人口の4%近くを占めた。2005年、シンティパガノという医学博士が、 遺伝子テストによって、ウルグアイ人の38%は、アメリカインディアンから遺伝的に影響された形質を示す可能性があることを見つけた。ウルグアイには、アフリカ人、黒人、ムラートがおよそ20万9662人おり、彼らは主に、モンテビデオ県、リベラ県、アルティガス県、サルト県、セロラルゴ県に住んでいる。2011年の調査では、 30万人以上のアフリカ系の人がそこで暮らし、アフリカ系ウルグアイ人の80%が労働者階級以下であった。事実上すべてのウルグアイ人が話す公用語であるスペイン語が主流であるものの、イタリア語やフランス語も広く使用されている。ブラジルとの国境付近では、ポルトガル語とスペイン語が混ざった言語であるポルトニョールやウルグアイポルトガル語が話され、 ウルグアイ人が用いるポルトニョールは特にフランテリスと呼ばれる。AV メディアの標準言語はウルグアイのスペイン語であるリオプラテンセスペイン語である。ルンファルドもウルグアイで話される。ウルグアイでは正式な宗教はなく国家と宗教は分離している。つまり宗教の自由が保障されている。多くのウルグアイ人は子供に洗礼を施し、 ローマカトリック教会で結婚する。2006年の調査では、ローマカトリックが代表的な宗教であり、人口の47.1%を占め、11.1%がカトリックキリスト教信者ではないことを主張し、0.3%がユダヤ教信者であった。およそ40.4%は無宗教であると明言した。ユダヤ人のコミュニティは、 モンテビデオに集中しており、ムスリムや正教会のコミュニティも同様である。プロテスタントとペンテコステは優位を占め、その割合は共に、モンテビデオの人口の11.1%である。これらは、ウルグアイのメソジスト教会、シンシト教会、アングリカンコミニオン、ウルグアイの福音派バプテスト教会、ラプラタ福音派教会、ワルドー福音派教会、ユナイテッド福音、 ルーテル教会、そして、セブンスデーアドベンチスト教会である。ペンテコステは、神の王国ユニバーサルキリスト教会、ディオスエスアモール、ペンテコスタルナシエンテ、そして、アスセンブリーズ・オブ・ゴッドである。モンテビデオの中でも、相当大きいアルメニアのコミュニティでは有力な宗教は、キリスト教、特に、アルメニア教会キリスト教と、アルメニア福音派教会である。 政治評論家はウルグアイはアメリカ大陸の中で最も非宗教的な国であると考えている。アフリカ系ブラジル人の宗教であるクインボンダやカンドンブレ、ウンバンダなどと並んでバハーイー教も信仰されている。現代のウルグアイ文化はその人々が様々な文化を起源に持つため多様性が見られる。ウルグアイは芸術や文学の素晴らしい伝統を昔から受け継いでいる。 スペインやポルトガル、また他の多様な移民、イタリア、フランス、ルーマニア、ギリシャの入植者が代わる代わるやってきたことで、この多様性はアメリカインディアンとアフリカの要素と統合された伝統を形成してきた。ウルグアイには数百年前の遺跡や植民地時代の要塞が残っている。都市部には多くの建築遺産もあり、また数多くの作家、芸術家、音楽家が暮らす。 アフリカの影響を受けたことを示す。最も重要な例は、黒人奴隷時代に生まれたカンドンベという儀式である。チャルーア族やグアラニー族の伝統は、国を代表する飲み物である、マテチャに見られる。ウルグアイとアルゼンチンは共に、伝統的なガウチョの血を引き継いでいる。ウルグアイの音楽は、多くの地方の音楽ジャンルを持つ。最も特筆すべきは、タンゴやムルが、ミュージカルの形式。 カンドンベ、そして毎年カーニバルの時期に盛り上がるアフリカ系、ウルグアイの音楽である。また、スペインから発祥し、たくさんのヒスパニックの国々のそれらと似た景色を持つ、民謡のギターソングであるミロンガというものもある。有名な単語の歌手であるカルロスガルデルは、フランスのトゥルーズに生まれ、ブエノスアイレスで育ったが、大人になった彼は、フランス軍当局から逃れるためであろうか。 ウルグアイのタクアレンボ坊に生まれたことを証明する法的文書を手にした。ロックやジャズ、その他の多くのジャンルを含むウルグアイで人気の音楽は以上に述べた様々な音楽と確かに関係がある。1960年代のビートルズの模倣者たちのグループはウルグアイのロック界に火をつけたバンドとして突起に値する。ウルグアイからヨーロッパへの移住者の割合はスペイン、イタリア、 フランス、ポルトガルが特に高い。アメリカ大陸では移民の行き先はほとんどがアメリカ、カナダ、アルゼンチン、そしてその他の近隣国であるブラジルやチリである。オセアニアではオーストラリアがほとんどで、それほどではないがニュージーランドに移住する人もいる。ありがとうございます。